日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちら、集まれゴディバの森のチョコレートアソートメント9粒、粒入りを食べたいと思います。ファミマの次はゴディバで、集まれ動物の森とコラボですね。なんかマグカップ付きとかもあるんですけど、それだとチョコレートちょっと少ないので、自分はマグカップはそこまでかなと思ったので、チョコレートが一番多いこちらの商品にしました。まあ結構いいお値段はするんですけどね。集まれゴディバの森、まあ、下はアップルキャラメル 100% ですね。見せながら紹介してるんだよね。アップルキャラメル 100% という順。アップルは昔住民にいて、今でもアミーボカード持ってるので呼ぼうと思えば呼べるんですよね。だけどやっぱりここはたぬきち社長からでしょう。では実はゴディバって初めてチョコレートは食べるんですけど、どんな味なのかな。いただきます。初ゴディバ体験はどうなるかなと思って食べてみたのですが、うわこれはさすが高級チョコレート店ですね。コリコリという音がただ聞こえてくるだけではありません。本当にすごいわ。そしてゴディバといえばなんですよね。実はもう一つ楽しみがあるんですけど、まだ発売されていないので、それはまた後日。今は集まれゴディバの森を楽しむことにします。可愛いし美味しいし、ゴディバの他のチョコレートもぜひ食べてみたい。あとクッキーとかもあったっけ。あなたはゴディバで何かおすすめありますか？ありましたらコメントしてくださいね。集まれゴディバの森の感想はこの後すぐ。ごちそうさまでした。ですね、チョコレートそのものがコリコリとした心地よい音とカリカリという歯ごたえがあるのは当然なのですが、さらに一つ一つ中身が違っていて、動物のキャラクターが出てくる、書かれているものはそのキャラクターの味が、さらにタヌキチにはちょっとしたミルクチョコレートな、ほんのり甘め香ばしいアーモンドだったり、いろいろ中に入っていて、全てにおいて意表をつかれて美味しかった。どの味がどの味か想像しにくいだけに、味わう楽しみがあるかもしれません。一方マークのチョコレートはシンプルなんですけど、ちょっと味の面ではスクエアの四角いチョコレートには足りなかったかなと思う部分があり、噛み締めれば何かの味は感じたのかもしれませんが、ちょっとな味が弱いと自分は思います。なのでキャラクターが書かれているチョコレートを自分はおすすめします。味は好みがありますので、あなたもお好みのキャラクター、推し住民、推しの味を見つけてみてください。それでは今回食べた集まれゴディバの森アソートメント9粒入りは、とても高級店らしい美味しいチョコレートだと思ったので5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただける、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。